お腹に当たってたんだ。よく眠れたでござるか。みなそのような感じだ。拙者は一番早く起きたゆえ、今朝はあたりを散策して朝毛になりそうな果物を取ってきた。一緒に食べようと思っておいらずっと我慢しながらお前が起きるのを待ってたんだぞ。あ、フィッシュルはいなかったけど。うん、あたいたちと一緒に行動したくないみたいなんだ。冒険者協会から他の仕事が入ったって言ってたぜ。それ明らかに嘘じゃないか。雄野浄土を復興するために来たって言ってたのに、なんでまた冒険者協会の仕事をするんだよ。彼女のあの様子、何か悩みがあるのであろう。あたいたち昨日と同じようにモナについててもらおうとしたんだ。だけどモナは冒険者の仕事を知らないから一緒に冒険には行けないって断られたらしい。一人になるために雄野浄土って言い訳も出さなかったよな。彼女はかなり大きな困りごとを抱えていると見えた。はあ、友人としてフィッシュルを助けてあげたいですが、今日は彼女の言う通り他の島を探索しに行くことになりました。満場一致だったんだぞ。あんたの分はパイモンが代わりに投票した。あんたらはコンビだから、あんたのいる場所にパイモンがいて逆も同じなんだってさ。ヒヒ、お前は冒険者だぞ、絶対行くだろ。私たちはみんな一緒に行動した方がいいとフィッシュルが言ったんです。調べたいことがあるらしくて、それが終わったら合流するから心配する必要はないって。ああ見えて経験豊富な冒険者ですから、彼女を信じていいと思います。拙者はフィッシュル殿と知り合ったばかりで、これはあくまでも推測に過ぎぬが、彼女は彼女自身の中に矛盾を抱えているのではなかろうか。なんだか当たってるような感じがするけど。他人との相互は解決に向かって努力するか諦めるかの二択だが、自己矛盾は簡単に捨てされないものでござる。拙者にもそのような時期があったからわかる。彼女が何に悩んでいるのかは知らぬが、今必要としているのは一人の時間でござろうよ。あたいもそう思うぜ。でもせっかくの冒険なのにちょっともったいないよな。だってみんなで一緒にいる方が面白いぜ。深淵は本当に前向きだよな。そうだ、まだ言ってなかったけど、今朝北にある島であの不思議な現象が起きたみたいなんだ。旅人が朝食を食べ終わったら調べに行こうぜ。風の匂いが熱く燃えているようでござる。水裏の番が少し明るくなりましたが、まだ見えません。おい、みんな、これを見ろ。これは鼓というべきか、それとも植物って言うべきか。植物でできた楽器であるか。ふむ。深淵、ここはもしかするとあなたに関する島ではありませんか。え、じゃあこれはあたいのために用意された楽器か。それなら早速打ってみようかな。待たれよ。昨日は拙者が盆景の月山に触れると皆が特殊空間に移動したでござろう。深淵殿、先に準備をした方が良いのでは。そうかもな。でも心配いらないぜ。
あたいは音楽にかけては常に準備万端だからな。ほこりまみれだ。大丈夫かパイモン。やはり場所が変わった。なんだか荒れた場所のようですが、深淵、ここはあなたに関する元凶なんでしょ？そうだと思うんだけど、変だな。なんでこんなに荒れてんだ？見ろ、あそこすごく明るいぞ。オイラたちを誘ってるみたいだ。ふむ、行ってみるとするか。いやいやいや、どう見ても罠だろう。それはそうですが、他に道もありませんし。それにもしこれが深淵殿の元凶なら、罠などあるはずがない。嬉しいぜ、こんなに早くあたいを認めてくれるなんてさ。確かに一理あるな。それじゃあ行ってみるか。でも気をつけろよ。扉に鍵がかかった。遠慮しておこう。深淵、なんで扉に鍵をかけたんだ？そう聞かれても。でもあたいは家の前にある植木鉢の下とかに鍵を置くような人間だから、近くに鍵があるはずなんだけど。おお、じゃあどこかに植木鉢があるんだな。可能性がないとは言い切れねえな。
楽が流れてきた？まさに音楽の聖地みたいなとこだよな。植物のおかげで鍵をゲットできたぞ。深淵の元凶ってカズハのより楽そうだな。あたいはカズハほど人生経験が豊かじゃないってことさ。謙遜なさるな。暑いですね。あの花と何か関係があるんでしょうか。まさかここに客が来るとは。うわー、 こいつ喋れるぞ。それはそうだけど、 でもやっぱりなんか感じが違うだろう。よう、あたいたち外の浜辺にあったスズミみたいな植物を触ったらここに送られてきたんだ。あんたはここの主人か？ここは音楽の殿堂。私はただの門番に過ぎない。友よ、そなたたちも究極の音楽を求めに来たのか？その通りさ。それではそなたが音楽に託すものは？あたいの歌は反逆の歌だ。おお、素晴らしい。そなたとは分かり合いそうだ。出会えたことを幸運に思う。変な花とも気が合うんだな。付き合いやすい人というのはどこに行っても友達がたくさんいますよ。ここまでたどり着けたのだから、より深い殿堂に入りたいだろう。しかし殿堂に入るためには私の歌声が必須。すまないが今は少し声が枯れてしまって。大丈夫か？その、おかんに効く薬でも飲むか？いや、私はただ長いこと寒山寒泉を口にしていないだけだ。あれさえ飲めば再び歌えるようになり、道を開けてやれる。寒山寒泉？それって泉の名前か？そう、その水を飲めば疲れた大人も眠い小鳥も物心つかぬ子供まで誰もが美しい歌を歌えるようになる。おお、よし、探してきてやるよ。泉の場所を教えてくれるか？感
謝する。澄んだ水で育った植物は困難を乗り越え山を登る。泉は緑豊かな山の上だ。山に登るのか。海水を汲めばいいのかと思ったぜ。泉の湧き水と海水は全然違うでしょう。ただ泉をその目に移すには私の力が必要かもしれない。手を差し伸べなさい。そなたに私の世界を見せてやれるようにしよう。あたいと握手したらもうあたいの友達だぜ。外は明るいぜ。あの暑い洞窟も嫌いじゃないけどな。寒山観戦はこの辺りの山にあるはずでござる。探しに行こう。待ってください。どうして地下なのに光があるんですか？これは水脈？あの花によると水脈は植物に関係があって、植物は山の泉と関係してる。だからきっと水脈に沿って進めば問題ないさ。それ。粉々よ。それ。ふっ。よっ。やっばれ。それ。ふっ。砕け散れ。はい。よっよっ。わめきなさい。それ。はい。ジャッジメント。だいたい。早く。それ。水脈が塞がれてるな。あの石のせいだよな。やってやろうぜ。よっしゃみんな、ここに書き付けがある。
なるほど。この島は趣があるでござるな。この文体、それにこのサイン、これはアルベドの書いたメモだ。モンドにいる友達だぞ。アルベドはすごい錬金術師なんだ。あいつもこの島に来たことがあるから、後に来る人たちのためにこれを残したんじゃないか。ほう、彼であったか。これってつまりこの島全体が楽器になってるってことか。それすごすぎじゃねえか。それに地下にある水脈にも関係してるみたいだぞ。島の音楽を奏でるには全部の水脈に水を通す必要があるかも。楽器を演奏する前にまずはメンテナンスをする。合理的だな。はじけろ。植物によく似てるな。ですか？興味があるならば試してみるとよい。いやいや、私は歌を歌えませんから。万が一聞かなかったら恥ずかしいじゃないですか。モーナの声は綺麗だから歌に向いてるぜ。もしよければ拠点に戻ってから歌う時の呼吸法を教えてやるよ。本当にいいんですか？絶対に笑わないって約束してくださいね。もちろん笑ったりしないさ。誰だって初めはゼロから学ぶんだから。はい、それじゃあ試してみてもいいです。よし、じゃあその前に泉の水をあいつの元に届けようぜ。浜辺にある鼓に触れれば元凶に入れるでござる。もう一度やってみるとよい。
やるね。よいしょ、やった。開けたわね。大体役に立ちそうね。大体役に立ちそうね。だいぶ良くなった。やはりかなりの効果、感謝する。早速そなたたちの行きたいところへ送ってやろう。帽子が飛んでいってしまうところでした。ふむ、この匂い、拙者たちはリーウェイあたりの山にいるようでござる。暗いところだな。みんな待って、聞こえたか？声がしたんだ。
あの鳥たちは山頂にある泉の湧き水を飲んだから美しい歌を歌えるようになったんだよ。うちに歌うのが好きな人は一人もいないんだから、あんたも歌が上手なわけないでしょ。だったらあたいもその水を飲めばいいんだろ。母さん、ちょっと行ってくる。夜中まで家に帰らずこんな山の中にいるなんて、父さん心配してたんだぞ。ほら、お前が探してる泉の水だ。本当か？父さん大好き。あの子またどこに行ってしまったんだろう。またどこかで歌っているんじゃないか。何を言ったってあの子は止められないんだ。お前が嘘なんかつくから。だってまさか本当に泉なんかを探しに行くとは思わないじゃないの。本当に世話が焼ける子なんだから。早く。おい、早く降りろ。ここに舞台を立てるのは禁止だ。まったく、歌えないなら歌うなと言うんだ。生演奏会の真似なんかしやがって。おわ、取り壊さないでくれ。あのなあ、信玄よ、女子たる者があんな野蛮な楽器をやってはいかんぞ。信玄、あんたのお母さんがね、時間があったら信玄に刺繍を教えてやってってこういうのが上品な趣味なのよ。それでいつおばちゃんの家に来る？うるせえな、道端で弾くなよ。どうしても弾きたいなら人前に出せるような曲を弾いてくれないか。こいつらなんてひどいことを言うんだ。はあ、この人たち。ねえ、本当にムカつくぞ。なんで言い返さなかったんだよ。お前のロックの精神はどこに行っちゃったんだ。こんなセリフを聞いてまだ笑えるのかよ。怒らないのか？こういうのって初めは確かにムカつくけど、100回も聞かされたらもう怒りも湧いてこないんだ。でもありがとな、パイモン。え？キッショおばちゃん。ええ、おばちゃんはあんたの返事を待っているのよ。今週末はちょうど時間があるから。あたいのことはいいって。そんなことよりおばちゃん、かまどの火がついたままだぞ。スープを火にかけてただろ。あちゃー、ほらもう焦げちまってるんじゃないか。あらら、大変。竹おじい、竹坊がまた外で泥遊びしてたぞ。やれやれ、やめるように竹おじも言ってたのにな。なんだと、あいつまた俺に内緒でやらかしやがって。後でしっかり言い聞かせてやらないと。カイおじ、すまねえな。あたいは他の場所に行くよ。でもカイおじも、ちょっとは流行を追った方がいいぞ。何しろ、リーウェコーで一番有名な役者さんまでもが、あたいのこの、人前に出せない曲を好いてくれてるんだからな。なんだと?お前、嘘をつくなよ。本当にそうなのか？へっ、他のやつに聞いてくる。去っていきましたね。な、話術と自然な笑顔があればほとんどのトラブルを解決できるんだ。ならばロックの精神は一体どこで使うのでござろうか。あたいのロックの精神はそんな表面的なものじゃないんだ。人と喧嘩するためになんか使ったらもったいないだろ。ロックは革命だ。自分と運命を改革し、
臆病さや妥協なんかに別れを告げる。言葉じゃなくて芸術でな。風や雨の中でも消えないろうそくの火、洞窟の地下で永久に湧き続けるマグマ、誰にも止められねえ気迫、これぞあたいのロックさ。ほら進もうぜ。あそこに小道があるぞ。そっちに行ってみよう。あなたは心が広いんですね。もし誰かに天才ではないと言われたら、私はきっと怒りますよ。本当か？ちょっと行ってみたかったんだよな。うわぁ、見ろ、モナがオイラを睨んでるぞ。パイモン、あんたはロックの精神で禁忌に触れるんだな。実を言うと、拙者もロックに興味が湧いてきた。本当かよ、あたいをごまかせると思うなよ。もちろん冗談ではござらん。ロックは人に強い意志を与えてくれる。それだけで十分であろう。また扉ですね。まさかまたさっきのような人が出てくるのではないでしょうね。出てきたって朝飯前さ。あたいに任せろ。お姉ちゃん、その髪型は変だよ。そうか？あたいはかっこいいと思うけど、もう一度よく見てくれ。立った二つ結びにとんがった髪飾り、そんなのしてる人いないよ。だから変だっていうのは違うぞ。他の人と違うからきっと印象に残るだろう。そしたら今度また会った時、あんたはあたいのことを覚えていてくれるかもしれない。うん、確かにそうだ。髪型や服、それに顔やスタイルは他の誰かに見せるためだけのものじゃないぞ。自分がしたい格好をしていいんだ。本当？でももし俺が犬の描いてある服を着たら、きっとフェイは犬みたいってからかわれちゃうよ。そしたらそいつらの言うことなんか聞かないことにしようぜ。あんた犬が好きなんだろ？うん、好き。あんたの友達は犬が嫌いなのか？みんなも好きだよ。だったらあんたの友達もきっとその服を気に入るはずだ。わかった。でもお姉ちゃん、なんでみんなに好かれるような髪型をしないの？仕方ないさ。だってあたいはこういう個性的なのが好きだからな。はぁ、それにこの髪を結った時はみんなからこんなに嫌われるとは思わなかったんだ。なのに変えないの？この髪型こそがあたいの音楽と生活に合ってるんだ。普段よく見る髪型っていうのはみんな普通すぎて元気が足りない。それにライブの時に髪が邪魔で頭を振れなくなっちゃうぜ。嫌われても気にしないさ。あたいは変えない。お姉ちゃんの髪型、友達にも嫌われてるの？そんなことないぜ。綺麗だってみんな言ってくれる。友達はお姉ちゃんの味方なんだな。羨ましい。俺の友達は俺一人をここに置き去りにしたんだ。急に泣き出してどうしたんだ？あ、何があった？ほらお姉ちゃんに話してくれ。ルルとモンちゃんが俺と遊んでくれない。今日は不当で会うって約束したのに二人とも来てくれないんだ。子供のくせにすっぽかしかよ。ここで待っててくれ。あたいが探しに行くよ。二人を見つけたらあんたのところに連れてきてやるからさ。うん、ありがとうお姉ちゃん。髪型が変だなんてもう言わない。気が利くな。じゃ、また後で。
モンちゃん、ルル、なんで遊んでくれないんだよ。ルルか、お姉ちゃんどうしたの？フェイと不当で会うって約束したろ。なんで会いに行ってやらないんだ。あいつ泣いてたぜ。え、あのバカ、こっちに来てくれたらよかったのに。サプライズまで用意したんだから。サプライズ？どういうことだ。モンか、フェイって子が不当であんたを待ってるぞ。待ちくたびれて泣いちまったんだ。フェイ君のやつなんてバカなんだよ。僕たちのとこに来ればいいのに。まあいっか、彼を探しに行くよ。行っちゃったぜ、早く追いかけよう。それ私たちサプライズを用意してたのに。結局こっちに来てくれなかった上に泣いたりして。ごめん、俺はバカだ。ううん、フェイ君はバカじゃない。私たちが悪かったの。フェイ君を驚かせたくて。フェイ君、今日は君の誕生日だから。僕たちはサプライズでフェイ君を驚かせようとわざと避けてたんだ。え、それってフェイ君のためにハスの固くをたくさん取ってきたよ。とっても美味しいんだから。それにこれは僕とルルが書いたお祝いの手紙。字が汚いとか一個なしだよ。お前らありがとう。そういうことだったのか。大事なくてよかったでござる。友達だったらこういうことをしてもおかしくないよな。友達がサプライズしてくれたらあたいだってびっくりするよ。サプライズを用意してくれって言いたいんですか？すごい話術ですね。え？いやいや違うぞ、ただ感想を言っただけで。わかってますよ、私もちょっとサプライズで冗談を言ってみただけです。ああ、おいらお腹が空いたぞ。確かにそろそろご飯の時間だし。そうだな、あたいの家で食べていけよ。ここからそんなに離れてないから歩いていけばすぐだ。元凶にも家があるのか？あるぜ、さっき見たんだ。この道は現実と同じようにあたいの家に繋がってた。元凶にいるとはいえ、周りと意見が合わない時や、ライブで失敗して落ち込んだ時、もし行くべき場所があるとすれば、あそこしかないんだ。だって、人は家に帰るもんだからな。それ
そのままでいいから上がってくれ。失礼するでござる。椅子もあるんですね。ちょうど座りたいと思っていたところです。うん、奥の部屋から声がするな。あんたらは休んでてくれ。あたいはちょっと見てくる。明かりもついてないし、誰もいなさそう。うわぁ！じゃじゃーん！誕生日おめでとう！何してんだよあんたら！部屋にいるならちゃんと明かりをつけろって！びっくりしただろ？運慶の言った通り、本当に驚いてるね！せっかくの誕生日ですから、普段とは違う方がいいかと思いまして。あんたらなぁ。そんな可愛い顔してこんなことするなよな。頼むから。あら、そのようなことを言われても私は納得しませんよ。可愛くていい子だからっていたずらしちゃいけないなんて誰が決めたんです？そうでしょ、シャンリンさん。そうそう、グーパーだってああ見えてすっごくすばしっこいし。はいはい、まったくあんたらにはかなわないな。北斗姉さんは今日用事があって来れないから代わりにプレゼントを渡すようにって頼まれたんだ。はい、これが北斗姉さんからのプレゼント。外国の楽譜と特製の探検だよ。新園さん、私は家の者に頼んで金のかんざしと鉄の髪留めを作ってもらいました。鉄の髪留め？千年もの歴史を持つ丹蔵の一族がこのためだけにか？どうかしましたか？小さな髪留めですが、機能は申し分ないと思いますよ。えへへ、私のは違うよ。この前、道端でメガネをかけてる鍛冶屋さんに会ったんだけど、その人、まるで石を読めるかのような顔をしててね。で、半信半疑だったんだけど、石選びを手伝ってもらったの。そしたらね、本当に翡翠が出てきたんだよ。すぐにその翡翠を飾りに使える大きさに削ってもらって、紐で結んで深淵にあげる装飾品にしたんだ。おお、翡翠の首飾りを作ってくれたのか。うん、首につけるんじゃなくて琴につけるんだ。ほら、いつもそのことを大事にしてるでしょ。だから綺麗に飾ろうかなと思って。こんな貴重なプレゼント使うのがもったいないな。大事にしないと。ありがとな、シャンリン。よく見てるんだな。シャンリンさんが気を配るのはいつものことです。ただその石を読める人についてもう少し詳しく教えていただけますか？もし面白い話だったら芝居に取り入れてみようと思います。私もよく知らないんだけど、その人しばらく病気だったみたい。病気中は頭が混乱してて何も覚えてないんだって。まるで自分の体が自分のものじゃないように感じたとか。でもある日パッと治ったらしいの。それ以来一目見ると石を読めるようになったんだって。なんだか奇妙な話ですね。ああ、それより料理が冷めちゃうよ。早く食べよう。お待ちください、新園さん。外国の商人からおまじないを教えてもらいましたよね。前回私の誕生日の時に教えてくれたものです。ん？ああ、誕生日に願い事をするってやつだよな。そうです、それです。外国ではケーキにろうそくを立てて切り分けるそうですが、私たちはシャンリンさんの料理を運ぶだけで精一杯でしたので。平気平気、頭の中で想像すりゃいいんだよ。でしたら1、2の3でぜひ願い事をしてください。1、2の3。うん、今年は何を願おっかな。あたいの願いは、
た。どういうことだ？おいら、ドアの隙間から中を覗いたばっかだったのに。元凶ってことは、深淵、先ほどの部屋で何かありましたか？おいら知ってるぞ。深淵の誕生日を祝ってくれる友達がいたんだよな。それは私も聞こえてましたよ。そうではなくて、彼女自身のことを言っているんです。あたい？ああ、あたいは願い事をしたけど、そういえば面白い話だったな。さっきドアを開けた先に、あたいの親友のシャンリンとウンキンがいたんだよ。あれは現実ですでに起こったことだ。前回の誕生日のことなんだけど、あいつらがうちに来てあたいを驚かせてな。美味しい料理がいっぱい用意してあって、あたいに願い事をするように言ったんだ。深淵、その願いは何ですか？あたいの願いは、思いもよらない人と一緒にライブをしたい、だ。思いもよらない人、誰であろうか。それなんだけど、さっきパッと思い浮かんだ人がいる。して、その人物とは？うん。いや、答えを言う前に、まずは山石を貫く水脈を開通させよう。わめきなさい。それよっ。
砕け散れ。めきなさい。よっ。それ。いいんだ。目には目を。よっ。新たな発見ね。Right.
ジャッジメント。はい。よっ。罪人にも幸運な時ってあるのね。ね、やれることは全部やったのに。残り2つの山がどうしても解けないな。考えよう、きっと方法があるはずだ。先ほど観察してみたところ、島にあるいくつかの山の内部に水脈と植物が見られました。大半の山がそのようになっていたので、何か仕組みのようなものでそれらを結びつけていたのでしょう。しかし今は山が崩れて植物と水脈がつながっていません。全ての水脈を開通させれば互いにつながるのであろう。さすればアルベド殿の書き置きにあったように、巨大な楽器が完成して島それぞれが音を奏でるはず。ああ、目的を果たすにはそうするしかなさそうだな。あの花に聞いてみよう、きっと何か方法を知ってるはずだ。なあ、島の中に植物や水脈を失ってる山があるんだけど、それらを復活させる方法を知らないか？それなら力になってくれそうな花を知っておる。この上に仲間の氷風の心が住んでいる。
彼女に聞いてみるといい。あなたたち、一体何者？どうして私のところへ来たのかしら。こんにちは。あたいたち、島の山にある水脈を開通させたくて、あんたの力を借りたいんだ。山を？ああ、なるほど。あなたたちも大音楽家になりたいのね。え、そうだったのか？あ、そうだ。だったら、私たちは同じ志を持つ仲間ね。たとえ私の力がかすかなものであろうとも、あなたたちのためになるならいいでしょう。私の花びらを取って旋律の交わる先に埋めてみてちょうだい。そうすれば地下に沈んだ山脈が音楽を響かせようと隆起するはず。音楽がある限り大地の隅々にまで生命は流れるわ。ああ、ありがとうな。これでいいでしょう。ふむ、島が音を発しているようでござるな。わめきなさい。へい。やっ。ジャッジメント。コーマは、役に立つならそれでいい。はっ、風邪よ。遊撃騎士。早く。
が開けたわね。罪人にも幸運な時ってあるのね。粉々よ。結霜せよ。やるわね。やっ、しっかり立ってな。目には目を。へい、やっ。ってあるのね。粉々よ。やだいたい役に立ちそうね。罪人にも幸運な時ってあるのね。よっ。よっと。よっ。はっ。はっ。視界が開けたわね。Thank you.
花びらを埋めてきたけど、何か感じたか？ええ、感じたわ。太陽が照り、海が宝石のように輝き、波がクリーム色の砂浜を打つ様を。砂粒が海へと流れ、また押し戻されていたわ。岩に降り立った海鳥が優しくつつき、リズムを奏でている。どんどん、どんどんと。音楽だ。音楽。そういえば、この島そのものが巨大な楽器だったわね。あなたも音楽家なら、その中に秘められた特別な意味を理解できるはずよ。潮風や波の花、潮の満ち引きが奏でる音楽は、この世界で一番ロマンチックなもんだ。みんな、あたいのライブを聴いてほしい。カズハ、風を感じ取れるか？どこへ向かって吹いてる？あそこでござる。拙者が風が吹く頂へと案内しよう。ついにこの時が来たぜ。みんな、あたいは前、思いもよらない人とライブしたいと願った。そして今日、その答えをこの島で見つけた。それはかつてこの島を巨大な楽器に変えた人だ。名前も顔も知らないけど、そいつは間違いなくテイワットで最も偉大な音楽家の一人だと思う。まさかこんな楽器に出会えるなんて思わなかったぜ。潮の満ち引きを利用して音を奏でるなんてな。いや、この音楽はソウルメイトへと送るもんだからな。原住民に合わせた方法で合奏するつもりだ。今日はロックじゃなくて新しいもんを見せてやるよ。この合奏を気に入ってくれますように。どうだ、なかなかいい響きだったろ。素晴らしかったです。かような音の調べ聞いたことがない。実に興味深いものでござった。それになんだか上品だったな。それからなんていうか、今までと全然違ったぞ。アンガトな、みんな、これであたいの願いも叶った。他にやりたいことはないのですか？ああ、ねえな。今夜はぐっすり眠れそうだ。みんな、これでしばらく時間が空いたと思う。そこで一つ提案があるのでござるが、ファデュイの拠点に行ってもう一度状況を確認しようと思うのだが、どうでござろう？おや、あなたたちもファデュイの拠点を見つけていたのですか？ふむ、まさかお主も？私は天才占星術師ですからね。それに前にも言いましたが、水浦の番が少し回復してきています。今なら占いでここの状況を感じ取ることだってできますよ。ここにもファデュイがいるのか？ええ、それから今日フィッシュルと別れる際にこのことを伝えておきましたから、彼女の心配はいりません。仮にファデュイに遭遇していても身を隠すでしょう。なるほど。それではこちらも情報を共有しよう。奇妙な装置に取り乱すファデュイ。
それがあの元凶と関係しているということでしょうか。断言はできない。だが全く無関係とは思えぬでござるよ。確かに可能性はあるな。なら早速拠点に行ってみようぜ。いるのは魔物だけでファデュイがいないぞ。駐留していた痕跡や装置はまだ残っていますが、誰もいません。妙ですね。まあいいです。占ってみましょう。はあ、はあ、これは力が流れている。皆さん、ファデュイの痕跡を占うことはできませんでした。それに水裏の番がまた濁ってしまったようです。ただとある力が集結して形になっていくのを感じます。集まっている先はあの島です。次の元凶は誰に関係してるんだろうな。はあ、まずは行ってみましょう。手がかりがあるかもしれません。着いたでござるな。あれ、フィッシュル？ほんとだ。おーい、フィッシュルー。来たわね、愚かな進化たちよ。おや、お久しぶりです。ん？そんなに経ってないと思うけど。あ、そのお嬢様と私はある気配を察知し、すぐさまこの地へと駆けつけたのです。皆様が来るのを待っていたところ、思ったより早くご到着されたので。なんかオズのやつ緊張してないか？オイラの気のせいかな。夕夜浄土の到来を目前にして、私は祝福の儀典を準備しなければならない。お嬢様、また一人で行動できるわ、ボス。もし深き夜の襲撃に縁起の情を抱いたのなら、白日に燃え盛りし光へと引きなさい。お嬢様、そのようなお言葉を私に言わないでください。私はあなたの従者であり、目でもあります。決してお嬢様から離れることはありません。詮索するような目で見ないでちょうだい。とにかくまだ説明をする時ではないわ。お嬢様、皆様申し訳ございません。お嬢様は機嫌が悪いようでして、どうかお気になさらないでください。それでは失礼いたします。はあ、別行動を取り始めてから随分と経ってるのに、まだ機嫌が悪いようですね。フィッシュルの様子を見た感じ、この辺りに現れる元凶は
彼女と関係があるのかもしれません。うむ、拙者と関係する元凶に近づいた時もかすかに親しみのある気配を感じたでござるよ。あたいもだ。理由はわかんねえけど、何か面白いことが起こりそうな予感がしたぜ。ええ、フィッシュルとオズが何かを感じ取ったということは、その予感も当たっているということです。自分の元凶と向き合いたくないから、フィッシュルはあんなにイライラしているのかもしれませんね。そんな、どうして？多分彼女の元凶には他の人に知られたくない秘密があるのかもしれません。皆さん、一旦ここで休みましょう。元凶が現れれば謎も解けるはずです。Ha ha ha!
粉々よ。ラグサのリン、ボンボンボン、捕まえた。わめきなさい。それはい、目には目を、剣票恩を立つ。粉々よ。よっよっ、ジャッジメント。兵糧のようにうなれ。わめきなさい。はっ、砕け散れ。はい、それ
開けたわね。音楽は人の心を証明してくれる。勇気がないと心に響く曲は弾けねえし、誠意がなかったら共感は得られねえんだ。
えい。開けたわね。開けたわね。それ。早く。それ。ラクシャのリング。開けたわね。
Thank you.
Thank you.